アゼルバイジャン共和国軍は、アゼルバイジャン共和国の国軍。総員12万6千人である。約60万人の動員能力を有する。軍事費は27億3000万米ドル。対 GNP 比は5.4%。アゼルバイジャンの軍事建設は、軍事ドクトリンに従い規定されることになっているが、今に至るまで、ミリー・メジリスにより承認されていない。 トルコ軍の援助のもと、逐次地な投票順に移行しつつある。アゼルバイジャン人の武装集団は長らく、ソビエト連邦軍の一部であったが、ソ連崩壊後のナゴルノカラバフ戦争の時に、現地の自警団に基づき武装部隊が出現した。1991年10月9日に、正規軍の創設が決定されたが、実現したの1993年末になってからだった。 1998年5月22日、大統領令により、6月26日が、アゼルバイジャン共和国軍創設記念日に制定された。アゼルバイジャン共和国軍は、陸軍、海軍、空軍の三軍種と、国家親衛隊からなる。職業制への移行問題は進展しておらず、徴兵制度が施行されている。徴兵期間は、18ヶ月間で、 除隊後に3ヶ月間の補足訓練を受ける。アゼルバイジャン軍の将校の教育は、主として、バクーで行われている。その外、ゲーダルアリエフ名称高等軍事学校、トルコのジャンダルマの支援により創設された、教育センター、ガラでも行われている。軍医は、国防省医科アカデミーで教育される。ナト o の平和のためのパートナーシップの枠内において、ハンガリー、ルーマニア、 パキスタン、アメリカ、トルコ等に留学生を派遣している。特殊部隊を含む専門家はトルコの援助のもと、西側方式で訓練されている。また、戦闘機航空隊飛行士訓練センターが開講され、ウクライナ空軍の共感が訓練を実施している。1994年、平和のためのパートナーシップに加盟し、1996年に、 相互協力を規定する文書に署名した。2005年8月、イルハム・アリエフ大統領は、NATO とアゼルバイジャンの個別的パートナーシップに関する行動計画を承認した。NATO との協力は以下の3点に重点を置いている。その外、国連の平和維持活動のため、平和維持中隊が編成され、1993年9月以来、コソボ、アフガニスタン、 イラクに部隊を派遣している。ありがとうございます。